皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。皆さんの元旦はどうでしたか？年越し、元旦、ゆっくりできたでしょうか？イタリアはね、もうあの年末年始っていうのはあんまりね、あの大騒ぎはするんだけど、あの日本ほどあの静かにお休みを取るっていうんじゃないので、私はもう昨日仕事に行ってきました。こっちはねクリスマスの方がね、あのやっぱりお休みっていう感じかな。学校はねまだね6日まで休みなんだけれども、もう仕事の方はあのもう1日だけ終わればすぐ始まるところが多いです。であのお休みはね、クリスマスの近辺とあと年末年始31と123だったかな、はレッドゾーンだったので、まあそれでも人は結構動いてたかな、車多かったしね。で、あとね、ごめん、あのいろいろ赤になったりオレンジになったんだけど、ずっとね、しばらくは週末はとりあえず、しばらく週末は絶対赤になるみたいです、レッドゾーン。今日は仕事もないのでうちにいようかと思ったんだけど、猫ちゃんの、餌がなかったのでちょっと買い物に行ってきます。エントラータ入り口です。猫ちゃんの餌とボンジョルノ、それから砂、トイレの砂を買いに来ました。全然なくなっちゃったの、かわいそうに。ここペットショップ、チェーン店のペットショップです。今日はレッドゾーンなんだけど、ここ、まあ、食べるものとかペットのものはねと売ってるんだよね。1月1日に撮った動画をお見せします。あのね、イタリアではお正月とかあの1月1日とかにしたことはずっとその1年、できる、あのしょっちゅうやることになるっていう、そういうふうに言われています。娘さんがちょっとね、彼のお父ちゃんとお出かけしたので、本当に久しぶりに1ヶ月以上ぶりぐらいに、タンゴの靴を履きました。ちょっと一人でやってみようかな。ジンジャークッキー作ってます。作っていますよ。ほら楽しい。はい、美味しくできるといいね。うん。